埼玉県庁標識埼玉県庁舎は埼玉県埼玉市浦和区に所在する広域自治体である埼玉県の庁舎の総称。埼玉県庁、第1庁舎、第2庁舎、第3庁舎、議会議事堂、職員会館、衛生会館、別館、危機管理防災センターから構成される。年月日に浦和県が置かれ、 浦和県庁舎は現在地に置かれた。その後岩月県と大し県との合併により埼玉県が誕生し埼玉県庁舎となった。先代の県庁舎は現在の第一庁舎の場所にあったが1948年に放火で消失した。10月25日午後11時50分ごろ、県庁舎の新館2階の消防課付近から出火し、本館に燃え広がった後、 別館など8棟を消失させた。消失面積は約7000平方メートルに及び、重要書類がほぼ消失、県庁機能を失った。その3日後、すぐに県庁の移転先として、大宮市、熊谷市がそれぞれ提案し、浦和市の現地再建派と対立した。法改以前から移転を主張する一部の強硬な団体などが存在しており、 県庁移転目的の放火も疑われたが、11月12日に、火元の消防課会系係員の24歳の男を逮捕した。当初は犯行を強く否認していたが、一点自供し、1951年1月に、懲役12年の実刑を言い渡された。ところが、仮釈放中の同年に、法務大臣、浦和警察署、浦和知県検事政宛に、私は、 無罪という遺書を残し、水戸市内の山中で、服毒自殺したため、真相は分かっていない。また、この件で、当時の県知事である西村稔作りの責任問題へ発展し、辞表を提出する事態となったが、埼玉軍政部に忠告されて撤回した。結局移転問題は、埼玉県議会に設置された、県庁舎建設特別委員会まで持ち越され、 1950年3月23日、浦和に存続することが決まった。移転問題に決着がついたことで庁舎の再建が始まり、1955年10月に現在の第一庁舎が完成した。その20年後には、庁舎が手狭になったことから第二庁舎が建設された。第二庁舎の場所は、以前は感舎が立ち並んでおり、北側に 県庁の裏門があったことから、現在でもこの通りを、裏門通りと呼んでいる。なお、第1庁舎と第2庁舎は、距離があるため、双方の3階をつなぐ、長い連絡通路が設置されている。県庁周辺には、埼玉県衛生会館、埼玉県自治会館、埼玉県農林会館、職員会館、埼玉県危機管理防災センターなどがある。県庁舎は、 耐震補強を行ったものの、2030年代には、目標使用年数を超える。そのため、埼玉県議会は2019年6月27日、県庁舎建て替えへ向けて、賛成多数で特別委員会を設置した。特別委員会では、現在県の他の部署との合同庁舎状態となっている、埼玉県警察本部は、独立庁舎が望ましいとの答弁があった。 初代埼玉県庁舎大正時代の県庁舎、埼玉県庁舎は、正面玄関の重厚な作りが、映画、ドラマ制作関係者の間で評判となっており、主に裁判所や省庁、警察署などの役所系の設定で登場することが多い。しかし西村は、1949年に発生した、日本出力事件により、収賄容疑で逮捕、起訴されて、知事を辞職した。 埼玉県行政史、第3巻埼玉県庁舎の建て替え、県議会が議論へ、朝日新聞令和元年6月定例会、県庁舎建て替え等検討特別委員長報告、埼玉県議会青年貢献の内容埼玉県、浦和駅。 西口系統一覧国際工業バス http コロンスラッシュスラッシュ w w w e n e t o r j p スラッシュユーザースラッシュ s t a k o スラッシュエントリースラッシュ20090421ドッ html 撮影実績ありがとうございます